おととい、愛知県名古屋市に集まった多くの人たち。その目の前には、自民党総裁選挙の候補者9人が一堂に集結。告示後初の街頭演説会です。警察などによる厳重な警備体制の中、それぞれが初めて街頭で支持を訴えました。過去最多9人が立候補した今回の総裁選では、今月12日の告示以降、演説会や記者会見などが連日行われています。最年長で出馬したのが、静岡1区選出の上川陽子外務大臣。おとといの朝、事務所を訪ねると、エプロンを身につけた上川大臣の姿が。これなかなかね、丸いおにぎりって難しいの。過密スケジュールの中、共に動いている事務所スタッフのためにお手製のおにぎりを用意していました。国際的な交流をこう意識的にしなくても、美味しい食で多くの皆さんを魅了することができると。上川大臣は日本の食文化の発信にも力を入れる考えを示し、この日行われる初の街頭演説に向けて士気を高めていました。その街頭演説会場では、総裁選の候補者による演説が行われる会場に来ています。始まるまで2時間を切りまして、入場する方たちもう中に入り始めています。そして荷物チェックなどが行われています。会場やその周辺は厳戒態勢、多くの警察官などが警備に当たり、中に入るには金属探知をはじめポケットの中まで確認が行われていました。応援している候補者はいますか？僕は高市さんなんですが、僕は小泉さん。若返りを期待して。この中に総理大臣になられる方がいるなら、ちょっと見ておきたいなっていう。応援してる人はいますか？石破さんは、なんか学校の先生が応援してた。また上川大臣の印象を聞いてみると、法務大臣の先にすごく立派にお仕事されてらっしゃるという印象があって、なんか、まあ、今も働いてる、一生懸命外務大臣として活躍されてるんで、なんか政治家としてのプライドみたいなのをすごく感じて、すごく期待しています。いや、ごめんなさい、はっきり言う、あんまり印象に残ってないかなっていう。まあ、今日ね、見えるんだったらちょっとしっかり聞きたいなと思いますけど。一方、会場にはこの人の大応援団が。会場には石破氏の支援者の集団と見られる人たちの姿もあります。紫の鉢巻きにメガホンを持った集団、石破元幹事長の地元鳥取県からなんと40人ほどで応援に来たということです。石破が一番、やっぱりすごいんだぞ、というところをまだまだ見せてほしいなというふうに思っています。会場は時間が経つにつれて人があふれかえり、演説が始まる前には、間もなく始まる会場の様子を見てみますと、およそ1000人入れるという広場がすでに人で埋め尽くされています。そして少し離れたこの高い場所にもずらっと皆さんこのように座ってですね、間もなく始まる演説会を待っています。この関心の高さが伺えます。会場に入りきらないほどの聴衆の中、午後6時、街頭演説がスタートしました。1人当たりの持ち時間は10分。大胆な危機管理投資、そして成長投資、まあ、これによってですね、リスク、さまざまなリスクを最小化して安全安心な社会を作る、まあ、これによってですね、強い経済を作っていく。答えを出さずに決着がついていない課題に私は取り組みたい。選択的夫婦別姓もそうです。就労の壁の、年収の壁の撤廃、そして何といっても個人の幸せと日本の経済の成長、両立ができる形にしていきたい。そして次は上川大臣です。つなぐ力、
新しい価値を生み出す力、そしてその価値を可能性につなげる、つなぐ大国、ネットワーク大国であります。そして初の女性総理を目指す意気込みを語りました。日本初の女性総理として皆さんと一緒に新しい日本の景色を作っていきたい。各候補者がそれぞれの主張をする中、石破元幹事長は、今ウクライナで起こっていることは明日アジアで起こるかもしれない。何としてもこの日本国の平和、独立、これを守っていかなければなりません。防衛省の予算を増やす、43兆円やらねばならんでしょう。演説会の終了後、河野デジタル大臣のファンだという中学生に話を聞くと、いや結構河野太郎さん以外にもいろんな公約発表してる人いて、すごい興味深いなと思いました。この人いいんじゃないかと思う方いましたか？上川さん の女性初の首相ってことがすごい印象残ったなって思いました。一方、こちらの男性は大分県から来るほどで、いや今のところはもう全く一線ですよね。本当の意味でその議論を深めながら戦いをされていくのかなとか、それやっぱりずっとこう聞いていきたいと思います。そして昨日は福島県で演説会、今日は石川県で公開討論会が開かれるなど、連日論戦が繰り広げられています。総裁の椅子に座るのは果たして。投開票は27日に行われます。